iPad mini iPad mini iPad mini はアップルが開発、販売するタブレット型コンピュータで、現在は第5世代機がアップルより発売されている。2019年3月18日に iPad Air と共にプレスリリースされ、ライブ公開イベントなしで発表された初のミニシリーズでもある。同日に全世代の iPad mini 4の販売も終了した。 1.5GHz のデュアルコアプロセッサーを有する Apple A12 チップを搭載しているため先代より処理速度が66%上昇しており iPhone XR と同様の 3GB の LPDDR ランダムアクセスメモリを内蔵している。ディスプレイはアップグレードした7.9インチのレティナディスプレイと iPhone 8以降に引き続いて環境に応じて明るさを自動調節する。 トゥルートーンディスプレイを採用している。ただし、12.9インチ iPad Pro 以降の iPad Pro が搭載しているプロモーションディスプレイは非対応である。フロントカメラは iPhone 7以来の 7MP を搭載する一方、リアカメラは iPad Air 2以来の 8MP とやや古いため、4K 解像度での録画などはできないが、シリーズとしては初めてライブフォトスの撮影に対応した。 また、Bluetooth 5.0とミニシリーズとしては初めて Apple Pencil に対応した。充電には前年発売の12.9インチ iPad Pro や11インチ iPad Pro で採用された USB Type-C 端子でなく、ライトニング端子を採用。同じく、ホームボタンとイヤホン端子も iPad Mini 4から引き続き採用している。全体のサイズは iPad Mini と同じであり、 ベゼルレスデザインを採用しなかったため、外見も iPad Mini 4に非常によく似ている。そのため、液晶保護フィルムやスマートカバーは iPad Mini 4から流用できるが、微妙にカメラや音量ボタン配置が変わっているので iPad Mini 4用の背面を包むケースは流用できない。また、マイクの位置が iPad Mini 4はリアカメラの横にあったが、本モデルは 本体上部に移動している。筐体デザインで大きく異なる部分がダイヤモンドカットの加工方法が iPad mini4 では光沢のある加工だったが本モデルでは光沢がなくなっている。Apple A12 b i o ニ i c を採用している点やトゥルートオンディスプレイを採用している点など同時期に発売されていた iPad シリーズの iPad のミニバンというよりスマートキーボードには対応していないが 同時発売のアイバッドエアのミニバンといった位置づけである。ありがとうございます。